はい、本日はですね、うつ病から3年が経過、今うつ病はどうなってるのというところをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、久々の自分語りシリーズということで、普段は服ばっかり紹介してるんですけども、今回はね、ちょっとフォーカスをうつに絞ってお話ししていこうと思います。で、うつと聞くとね、ちょっと暗い話かなと、ちょっと苦手な話かなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけどね、まあ僕なりにちょっとポップにお届けしていきたいなというふうに思いますので、今日は話するんですけどもね、なんか最近にやったらね、僕がうつっていうことを知らない方も結構いらっしゃるんですよね。洋服ばっかり見ているという方は、この人うつやってんやとか、なんか金髪でふざけたこと言ってるけど、うつやってんの意外やなとかっていう方もいらっしゃったりするんでね、ここで僕はやっぱうつなんだよというのをね、お話しして、まあこうネガティブなイメージとかっていうよりか、まあ一つの個性としてね、僕はこう捉えてますので、その辺のお話をしていこうと思います。ということで、本日の流れとしてですね、まあ僕もこう見えてめちゃくちゃ悩んだんですよと。こんな明るくなんかポップな感じでいつも喋ってるけども、めちゃくちゃ悩んだ時期もありましたよとかいう話もしてですね、その次に実体験をもとに、こううつの方やったらめっちゃ共感してもらえると思うんです。うわ、めっちゃわかるわとかね、あ俺もそうやわとかっていう方もいらっしゃると思うんで、そういうのを見てもらって、で現時点はね、今どうなってるんか、薬とか飲んでんのとかね、そういうところもお話ししていこうと思っておりますので、まずはよろしくお願いいたしますということなんですが、いかんせん僕この見た目やからね、あんまりうつって言ってもね、いやうつじゃないかもしれんってね、思われてる方もいらっしゃるんですが、こいつ口だけでうつって言ってね、みんなから注目浴びてね、ほんまうつちゃうんかなと思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、僕自身はですね、3ヶ月か4ヶ月ほどね、家から出れないと、引きこもった状態でずっと外を眺めてボケーとしてて、食欲もない、遊ぶ欲もない、何かしたい欲もないという、もう無欲の状態でね、3ヶ月間生きてたという、まあ一般的に見たら廃人のようなね、生活をしてる時がありました。こうやってニコニコ笑ってるんやけども、全然ニコニコ笑う、外ボーっと見てる時がありました。でそれってね、やっぱりこんな見た目してるもんやからね、やっぱり最初受け入れれないんですよね。こう自分がなるはずがないとかって思っててね、まさか俺がなーって、一生生きてて死ぬまでにそんな病気にならんやろとかって思ってたんやけども、実際自分がそうなったって受け入れれないんですよね。だからそこがまず大変ですよね。実際動かれへんし、動こうと思ってももう脳みそが止まってる状態なんで、ね、動けないんですよね。だからトイレですらギリみたいな感じなんで、それ以外じゃ何してんのっていうと、ずっとこうベッドで横なってるか、たまにこう座ったりすることもあるんやけど、基本的にはまたベッドで横になるみたいな生活をね、ずーっと過ごしてるんですよ。でご飯もね、お腹あんま空かへんし、空いてるか空いてないか分からへんから、出されたら食べるけど、その当時はね、嫁はこう仕事に行ってますので、こう仕事に行ってる昼間とかね、朝の間っていうのは僕ご飯食べておりません。そして夜帰ってきてくれたらですね、ご飯作ってくれるから、まあ食べる、出していただいたから食べるというスタイルになっておりまして、まあ誰がどう見てもこれうつですよね。こんだけを考えたらずっとやねんけども、自分自身がこう受け入れれない、職場の人にこうどう伝えていいか分からへん、友達にどう伝えていいか分からへん、親にどう伝えていいか分からへんということで、こう弱い人間やと思われるんちゃうかとかね、情けない人間やと思われるんちゃうかっていうことで、なかなか自分自身がまず受け入れれなかったんですよね。まあ分かりやすく言うとね、こう自分の理想の自分ってあるじゃないですか。こう俺はこうであるとかって思ってる理想の自分と現実の自分との乖離がめちゃくちゃあったんですよ。だからね、ここを受け入れるっていうのが、まあものすごいこう大変やったと。でね、これ見てられてる方の中でもね、こう鬱を受け入れるのにものすごいこう苦労してたりとか、なかなか受け入れられへんっていう方もね、やっぱいらっしゃるんですよ。でそんな時にね、僕がパーンって受け入れたのはね、まあやっぱ個性やなと思ってね、受け入れたんです。例えばよく喋るとかっていうのもね、別に直す必要ないじゃないですか。まあよく喋るんやったら、それを特技に活かせて仕事してみたらとかね、それをこう活かして誰か助けたらっていう風に思うし、他にも身体的な特徴でね、例えば背が高いとかってなったりしたらね、まあその背が高いのをね、活かしてスポーツ選手にもなってみたらどうですかとかね、バスケットとかね、バレーなんかどうですかなんていうのもいいかなと思うんですけど、そんな感じで個性でね、まあこう打つっていうのは、こう自分自身をね、僕の場合はこう見誤るっていう結果打つなってるなっていうところで、まあ一つの個性なんで、まあ受け入れていこうと、今となってはまあそう思うんですけど、その時はこう悩んだとね、いうことになってて、とにかくね、自分が見えないんですよね。もう全く見えへん。もう自分見えてへんのに、周りのことなんかもっと見えてないんですよ。奥さんの髪型が変わったことにすらも気づかへんし、家具の配置がちょっと変わったことも気づかないんですよ。とにかくもう自分のことだけで精一杯で、自分が飯食うことも精一杯、寝ることも精一杯、起きることも精一杯っていう状態なんでね、あんまりその周りのことに対して気を使えないんですよ。でそうしたらね、嫁にね、なんかちょっと引っ越ししたいとかね、わけわからんこと言い出してね、遠くの誰も知らんとこに行きたいなんて言ってね、その嫁も困ったと思いますよ。いきなりその引っ越したら無理やで、ね、どないすんのって思ったかもしれんし、でそれ以外にもね、なんで普通に人って生きてんやろうなとかね、もういろんなことをね、もうとにかくもう考えるようになったんですね。でもやばいじゃないですか、やばいやばいやばい、そっち行ったらあかんでみたいな感じの雰囲気やねんけども、今となってはそれの時間がめっちゃ良かったんですね。自分と初めて向き合うタイミングになって、自分って自分のこと全く分かってへんねんなってこう気づいたタイミングがあったんですよ。でそうしたらですね、普通に仕事ってなんでしてんのかなとかね、でそもそもね、毎年者って毎日
コ乗ってたけども、それ乗る意味ってなんで乗らなあかんのかなみたいな、それな勝手に乗らなあかんと思ってたから乗ってたし、なんか勝手に25日になったら給料って振り込まれるから振り込まれるもんやと思ってたし、なんか社会保険でもね勝手に取られるもんやからね勝手に取られてるもんなんやぐらいしか思ってへんかったんやけども、そんなんで大体大人になったらね脳みそストップになってね、もうそういうもんなんやと思ってそのまま生きてるじゃないですか。でもそういうもんなんやと思ってね、22歳からずっと29歳までそれで生きてたんですけど、ちょっと待てよと、なんでそんなの電車なんか乗らなあかんねやろとかね、誰のためになってんねやろとか、いろいろこう考えるようになって、それがねこう今の人生にこうつながってはきてるんですけども、普通こんなん考えへんじゃないですか。でもね、鬱の人って結構考えるんですよ。ほんまにこう嘘みたいな感じで、そんなん考えると、いやマジで考えるんやと、絶対みんなこれからの人生も考えるし、今までやってきた人生の意味とかも考え出すんですよね。でそうした時に僕の場合はこういうねちょっとずつこう良くなっていくシーンとか、こう人生を変えていくのをねもう発信されと思ってね、もう YouTube でこうやってやっていたんやけども、まあその時にね元気のなり方とか、まあ運動するとかって以前動画でも言ったり、まあお酒抜くとかね、あとまあ薬飲むということで、僕今でもこの薬は飲んでるんですね。しかもめちゃくちゃ結構きつめの薬ということで、朝とね晩飲んでて食後に飲むっていうスタイルで、イフェクサ75というね薬なんですけども、これをずっと飲んでます。でね、まあほんまかいなと、この新品の状態で言われても困りますよね。そうやったらお前も飲んでいくしかないやないかと、この開けた状態でねこうやって一つ開きましたよね。じゃあこれを飲もうということで、こうやって飲んでいくんですね。でまあこんな感じでずっとまあ薬は飲んでるんですけども、まあ元気のなり方はね人によって全然違うから、まあ僕のことをもし参考にしたいっていう方がいらっしゃればね、この動画もう3年前に撮った動画のもう永久保存版です。もうこれに関しては僕特に変わっておりませんので、あの散歩するとかいろいろあったりするんですけども、まあそんな見てもらったらなと思います。で次はね、まあ最初はこうやって個性として受け入れたんだけども、これ踏み台にしたろうと思ってね、どんどん発信していきたいなと思ったんで、僕の場合はねインスタグラムからマジ始めたりとかしたし、まだそれでも目出えへんのですよね。だってインスタグラムのやり方なんかわからんし、伸ばし方なんか聞いたことないし、どうやるんやろなみたいな、とりあえず出していけみたいな感じで出していく。でそれ伸びない。でまあ次はツイッターも伸びない。もう全く伸びない。何しても伸びないということで、でその後次ブログもやったんですね。ブログも寝ずに立ち上げました。ブログ立ち上げたことがある方って分かるけど、めっちゃ大変なんですよ。もうなんかいろんななんか裏のコードやったりとか何やして、もうほぼ1週間寝てないぐらいの生活でね、もうとにかく立ち上げたやけども見られないということで、そんなやっても苦労しても報われへんのかいという感じなんですけども、まあそんな中でもね、闘病もしながら、あとは自分の生活も変えようということでね、まあこういうやってる姿を出すことが大事なんやということで、もうとにかくもうがむしゃらにやった最後の最後で YouTube がなんとかこうヒットしたっていうことで、これ以上後の手段っていうのはなかったんですね。当時はまだ TikTok とかもそんな流行ってなかったんで、もう考えれる媒体全てやったんですよ。インスタ、ツイッター、ブログ、YouTube でやった上の、まあ、最後の YouTube の方がまあなんとかこうやって見てもらえたということなんでね、こういう元気になってるシーンもそうやし、再発してるシーンもそうやし、まあそうやってやってはいてるんですけども、まあ僕個人としてはね、治す必要はもう全くないと思ってますので、治すっていうつもりはないんですよ。だから薬に対しても別に減らすがも先生に言わへんし、まあ、先生っていうかね、まあ、売人と言いますか、売人の方にね、全然減らすつもりも全くないし、もう普通にいつも通りもらえたらいいですみたいなことを言ってたりだとか、あとそれ以外にもね、お酒は当時全く飲まんかったけど、今に関してはだいたい週に1回ぐらい、まあ、土曜日は一応飲酒日っていうことで、飲酒日って言ったら怪しいけども、まあ、夜だけねちょっと飲むということで、その時はもう好きな量飲むんですよ。だからほんまに 350ml の缶クリアサヒが好きなんですけども、それね、安いやつあるじゃないですか、あれ6本入りのやつを、まあ、全部飲み切る時もあれば1本しか飲まん時もあるし、もうその時の気分飲みたいなと思ってバーって飲むし、飲みたくないなと思ったら飲まへんしみたいな感じなんですけど、まあそうやってお酒もやってると。で毎日の有酸素運動もね、自宅からこの撮影部屋までっていうのがだいたいチャリンコで10分15分ぐらいかかるんで、それがね散歩代わりになってるとか有酸素運動になってて、まあそれを普段やってると。でそれ以外にはですね、一番の原因であった自分の理想の自分と現実の自分のこのギャップっていうのを埋めるためにどうしようかなって考えた時に、僕の場合はね、自力で埋めるんじゃなくて他力にしようと思ってね、ここの足りひん分は優れてる人にね補ってもらおうと思ったんですよね。だから例えば自分が苦手な部分、ここの埋めるために苦手な部分って事務作業とかめっちゃ苦手なんですよ。やけどこれを事務作業できれば理想の自分になれるんやけど、まあ、自分でそれ埋めんとね、得意な人にやってもらえたら勝手に埋まるじゃないですか。でそれ以外にもね、細かい作業とかって結構苦手だったりするんで、もうそれもね依頼してね、誰かにやってもらって埋めるっていうようなスタイルにして、何でもかんでもね自分でやるっていうのは向いてへんねんなっていうことで、まあ、プレイヤーじゃなくてどっちかって監督の立場というかね、
まあ、そうやって優秀な人を引っ張ってきたらええねんなっていう発想になったんですよね。でそれまではね、自分がプレイヤーやからね、こうプレイヤーとしてずっと生きていこうと思ってたけども、あ、僕プレイヤーじゃないわと、もう監督にならなあかんわということで、今はね少しずつ監督の方にシフトすることで、まあ、鬱になった原因詰め込めすぎたりとか、あと自分ができひんのにもできるとこう見誤ってこうやっちゃうとかっていう、このギャップの乖離っていうのをねなくしていくことで、まあ、今は体調は元気な感じになってます。だから薬が効いてるんか、運動が効いてるんか、飲酒が効いてるんか、はたまたその監督業になったのが向いてるんかちょっとわからないんですけども、まあ、今のところはねそういうありとあらゆる原因でね、あの元気にさせてもらってるんかなと思いますので、今現状としてはそんな感じで、まあ、薬も減ってはないですし、あの相変わらず同じことはやってるんですけども元気にさせていただいておりますという、まあ、途中経過ですね、まあ、これに関してはもう死ぬまでもずっと続くと僕は思ってますので、まあ、完治せんでもええと思っててね、中途半端に完治したと思っちゃったらね、あ、俺またできるやんと思ってね調子乗っちゃったらあかんから、いや俺はそういう人間、そういう人間ってこう暗示を聞かせてね、あの優秀じゃないから人様に頼まなあかんねやと思いながら生きておりますので、今日はそんな感じでお話をさせていただきました。ということで本日はですね、うつ病から3年の経緯をお話ししめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。